この列車は急行浜松へ青森行きです。札幌を出ますと新札幌、千歳、南千歳、苫小牧、上り別、東室蘭、伊達門別、長万部、函館、終着青森の順に停車してまいります。本日列車は11両編成で、1号車を先頭に造血21号車、2号車、3号車の順で、一番後ろの車両10号車です。車内はデッキ、トイレを含めまして、すべて禁煙となっております。おタバコはご遠慮くださいますようお願いいたします。自由席は後ろより8号車、9号車、10号車です。また本日1号車と2号車の間に造血21号車がございます。寝台車ご利用のお客様、お手持ちの指定券をお確かめの上、お乗り間違いのないようご注意ください。本日は1号車と2号車の間に造血21号車がございます。この列車には車内販売がございません。この列車には車内販売がございません。ジュース、お茶の自動販売機は3号車、7号車、10号車にございます。携帯電話、スマートフォンをお持ちのお客様、携帯機内では音の出ないマナーモードに設定なので、通話の際にはデッキをご利用ください。22時ちょうどの発車となります。発車まで2分ほどお待ちください。
本日の担当車掌は JR 北海道札幌研究所北九と野谷です。終着青森までご案内させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。これから先止まります駅と到着時刻をご案内いたします。次は新札幌22時11分、千歳22時36分、南千歳22時40分、苫小牧23時3分、上り別23時34分、東室蘭23時50分、伊達門別0時17分、長万部1時3分、函館2時52分、終着青森には6時19分の到着です。途中で降りたお客様、お忘れ物、落とし物、またお乗り越しなさいませんようご注意ください。本日この列車は北海道新幹線工事に伴い青森到着時刻は早朝6時19分となっております。あらかじめご了承ください。続きまして車内のご案内です。本日列車は11両編成で1号車を先頭に造血21号車、2号車、3号車の順で一番後ろの車両10号車です。車内はデッキ、トイレを含めまして全て禁煙となっております。おタバコはご遠慮くださいますようお願いいたします。自由席は後ろより8号車、9号車、10号車です。また本日1号車と2号車の間に造血21号車がございます。寝台車ご利用のお客様、お手持ちの切符をお確かめの上、お乗り間違いのないようご注意ください。この列車には車内販売がございません。この列車には車内販売がございません。ジュース、お茶の自動販売機は3号車、7号車、10号車のデッキにございます。トイレ、くず物入れは各車両にございます。携帯電話、スマートフォンをお持ちのお客様、客室内では音の出ないマナーモードに設定の上、通話の際にはデッキをご利用ください。夜行列車ではしばしば盗難事故が相次いでおります。現金や貴重品は体から離さず身につけてお休みください。また本日11両編成の長大運転となっております。次に止まります新札幌並びに千歳、上り別ではドアも開かない車両がございます。次の新札幌では後ろ側3両、8号車、9号車、10号車のドアが開きません。次の新札幌ではホームの長さが短いため自由席、8号車、9号車、10号車のドアが開きません。新札幌でお降りのお客様は8号車より前、1号車から7号車のドアをご利用ください。号車番号札は各社出入り口上の方に表示しております。またこの列車到着した後すぐにドアは開きません。停止位置の確認をしてからのドアの開きとなります。ドアにお手をかけずにお待ちください。後ほどご旅行のご案内を兼ねまして切符の再券に伺わせていただきます。お休みのところ恐れ入りますが、お手元に乗車券、急行券をご用意の上お待ちください。寝台車ご利用のお客様は切符の配券が終わり次第室内灯を深夜灯に切り替えさせていただきます。車内放送は特別なお知らせがない限り病床、青森到着手前まで一時お休みさせていただきます。どうぞごゆっくりお休みください。次は新札幌22時11分の到着です。次の新札幌ではホームの長さが短いため後ろ側8号車、9号車、10号車のドアが開きません。新札幌でお降りのお客様、8号車より前1号車から7号車のドアをご利用ください。
今日は急行ハムナスをご利用くださいましてありがとうございます。またのご乗車をお待ちしております。